はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。池田です。よろしくお願いします。今日もお願いします。です今日はですね、ちょっと最近暑くなってきて、で、例えばこう癖が出る方汗かいて多いかなと思うんですけど、池田さんめっちゃ出ますね。で、今日はですね、ちょっともうお分かりづらいんですけど、この顔周りのこう癖あるじゃないですか、出る方いらっしゃるかなと思うんですけど、こういううねり、これをちょっとアイロンで伸ばして、で、汗かいてもある程度こうキープできる方法を今日はやっていきたいと思います。よろしくお願いします。使うものはもうほとんどいつも多分ストレートアイロン使ってるかなと思うんですけど、ストレートアイロンと、クシと、あとこうスプレーをちょっと使ってやっていくんですけど、これをやることによって、長持ちできるかなと。もう雨に濡れたりとか思いっきり汗かいたらちょっとダメかなと思うんですけど、多少ぐらいやったらこれでキープできるかなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。はい、じゃあそれでは動画をどうぞ。言えてへんやん。はい、これがビフォーの段階です。結構この顔周りが癖が出る方が多いかなと思いますので、これをまず伸ばしていきます。はい、じゃあまず、今回もクレイツのストレートアイロンでやっていきます。温度設定はちょっと見にくいんですけど160でやっていきます。あとは櫛ですね。で、何でもそうですけど、こうアイロンするときは一回溶かしたりとかしてからアイロンすると綺麗に出るかなと思うんで、まずはしっかりと溶かします。で、その次に毛束を取ってアイロンを入れていきます。多分ここまでは全然皆さんできるかなと思うんで、アイロン入れるときにやけどだけ気をつけてください。で、前髪の辺に関しては少しアイロン入れて湾曲させるとふんわりと丸みが出るので、まっすぐにするんではなくて少し丸みをつけるのを意識しながら入れてください。反対側も同様に、まずは櫛でしっかりと溶かします。で、根元付近からアイロンを入れていきます。で、前髪に関しては少し丸めながら、湾曲させながら入れると丸みが出てスタイリングが形が綺麗になります。こんな感じで癖が伸ばし終わった状態になってます。次にコームとスプレーを使います。コームのこの刃先のところですねにスプレーを振りかけていきます。で、先ほどと一緒にスプレーをつけてすぐに溶かしていきます。癖があるところに。で、なるべく内側と表面としっかりと溶かしてスプレーをつけていきます。前髪も同様にスプレーをつけて表面と、あと内側にしっかりと溶かしてつけていきます。反対側も同様にスプレーをしっかりとつけてしっかりと溶かしていきます。はい、こんな感じでつけ終わりました。ちょっとこうなんていうんですかね、こう湿ってるというかスプレーがついてる感じに見えるかなと思うんですけど、光って
こんな感じになれば特にサイドのこの細かい毛は大丈夫かなと思います。で、前髪に関してはそんなにベタベタにつけるっていうよりはこう内側を結構つけるような感じでやってあげると、一日長持ちするかなと思いますので、こんな感じでよかったら参考にしてみてください。